はい、特務支援課ロイド・バニングスです。どうもロイドさん、雨の中ご苦労様です。ああフランカ、どうしたんだ、緊急要請でも入ったか。それがマイツのリクセン町長を覚えてらっしゃいますか。ああもちろん。ひょっとして鉱山町で何かあったのか。ええ、それが鉱山に魔獣が現れたらしくって。あ、と言っても町から少し離れた場所にある旧鉱山らしいんですけど。そんな場所なら魔獣が現れてもおかしくはないと思うけど。はい、鉱員の方たちが被害に遭ったわけじゃなさそうです。ただ内部がどうもおかしなことになっちゃっているみたいで、念のため調べてもらえないかということでした。おかしなこと？ちょっと要領を得ないな。わかった、市内の緊急要請は片付けたし、これからマインツに向かうよ。はい、お願いします。あ、ついでにお伝えしますが、先ほどマインツ参道方面に手配魔獣の指定が出ました。余裕があったら対応してみてください。そうか、了解だ。それとクロスベル市と違って参道方面は晴れているみたいです。動力車で行ってみたらどうですか。そうなのか、わかった、ありがとうフラン、何かあったらまた連絡してくれ。はい、それでは失礼します。フランからみたいですね。マインツ方面で何かあったみたいだけど。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きたらしい。市内の支援要請も片付けたし、準備ができたら行ってみよう。あ、山道方面は晴れているそうだから車で行ってもいいかもしれないな。了解、リーダー。もし車で鉱山町に行くなら支援課の裏口に行きましょう。よし、行くか。よし、行くか。よし、やるか。まずまずかな。ここなら釣れそうだな。こんなもんかな。
こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。ま、こんなもんかな。それ。こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。ま、こんなもんかな。ここなら釣れそうだな。それ。ま、こんなもんかな。こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。まずまずかな。こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。こんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。よし、ゲットだ。それ。
こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずかな。
お疲れ様です。それでは報告を受けたまわりますね。わわ、大変でしたね。報告は以上ですね。ではまた依頼を達成したらよろしくお願いします。